陰陰、勃起力が低下した陰陰に対して保険適用がある、さっきの、ね、医療用漢方薬っていうのは4つあるんですね。陰陰の適用は4つもありますよ。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。今日は勃起不全、陰陰に適用のある4つの漢方薬についてお話しします。このチャンネルがいいなと思ったらいいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。最近ですね、性交痛外来に非常に多くお問い合わせをいただいております漢方薬について。まあもちろん ED 治療薬、バイアグラ、レビトラ、シアリス、こういうですね ED 治療薬はもちろん皆さんなんとなく分かってきたんですけれども、もう少しマイルドに漢方薬みたいなので底上げができないかなとか、 ED 治療薬が最近ちょっと効きが悪くなってきたんだけどとか、 ED 治療薬に頼りたくないんだけど先生なんか方法ないかなということでね、漢方薬に対するお問い合わせが増えています。ということで今日はですね、保険適用の漢方薬について詳しくお話をしてみようと思います。勃起不全に対して、まあ、なかなか生活習慣や基礎となる疾患のコントロールをしてもあまりうまく ED がコントロールできない、勃起不全が続くようでしたら ED 治療薬がファーストチョイスになる。しかし保険適用外である、経済的な問題があります。そしてね、みんなが飲めるわけでもないんですね。例えばニトログリセリンを飲んでいますとか、心疾患ありますとか言うと、やはりこれはですね低血圧のリスクがあるので飲むことができません。で、ね、あとね、妊活とかできるだけ薬を飲みたくないっていう人もいますし、薬には頼りたくないんですというお考えの人もいます。そうすると ED 治療薬っていうのを飲むのはちょっと嫌だなという人もいます。そしてね、もう一つここにね、 ED 治療薬はすでに飲んでいますと、バイアグラとかレビトラシアリスすでに飲んでいるんだけれども、以前のような効果がなかなか出てこない、効きが悪くなってきたとかね、こういう方々はどうするかっていうことの中に漢方薬が一つのチョイス、選択肢になるんじゃないかなと考えています。男性の性機能障害に効く漢方薬があるのかということなんですね。じゃあ漢方薬って何なんだろう、もうここから言ってみましょう。漢方薬って言うんですけど、漢方薬の定義、まあ、自然界にある植物とかね、鉱物、石みたいに、ね、鉱物とかの生薬と呼ばれるものを複数、まあ、シングルのもあるんですけど、多くの場合は複数決まった調合割合で複数組み合わせて作られている薬ということになります。自然界由来のものでできている薬であるということなんですね。そして日本のね、医療の優れたところの一つなんですけれども、医療用漢方製剤というものがあります。これの最も皆さんにとってのメリットっていうのは、国民の健康保険が適用されているということなんですね。そして厚生労働省が承認している医療用漢方製剤は148処方もあります。なのでたくさんの、ね、もう症状に対して、まあ、生薬の、まあ、選択肢も保険適用の中で非常に豊富であるということなんですね。ちょっと少しだけ注意があるとしたら、病院によってはですね、これ自由診療で漢方薬を処方しているところがありますので、各医療機関にご確認ください。富永ペインクリニックは、まあ、漢方薬使用して15年、保険適用でやっておりますので、もしよろしければオンライン診療でご相談くださいね。まあ、この中で医療用漢方製剤っていうのが148もあるんですけど、じゃあこの中で勃起不全、男性の更年期障害とか、そういうのにはどれを選んだらいいんだろうっていうと、このね、保険適用っていう言い方をするときには適応疾患っていうものがあります。要するにこの病気に対してはこの薬を使ったときには保険が効いてもいいですよっていうことです。というとですね、勃起力低下っていうのを、まあ、漢方薬の用語で言うと陰陰と言います。影の萎えるっていう感じなんですね。この陰陰、勃起力が低下した陰陰に対して保険適用がある、さっきの、ね、医療用漢方薬っていうのは4つあるんですね。陰陰の適用は4つもありますよ。じゃあ今日はそちらの方をご紹介していきます。
陰に、陰嚢とかね、陰茎の陰になえるの適用がある4つ、これです。実とか虚とかって書いてるんですけど、まず4つご紹介しますね。西湖、下流骨、牡蠣湯、八味、地黄丸、桂枝花、龍骨、牡蠣湯、虎中、益気湯、この4つです。皆さん聞いたことありますかね。この中でもね、結構まあ他の症状でも飲んでいらっしゃる方が多いかなと思われるね、八味地黄丸なんてすごく有名ですし、また虎中益気湯なんかも適応疾患が多いので聞いたことがあったり飲んだことがある方もいらっしゃるかもしれません。またパーツで見てみると、桂枝とか聞いたことありません？成分の中でね、多分西湖とかっていうのも、ね、聞いたことがあると思うんですよ。漢方薬っていうのはいろんな生薬をユニットにして、こういろんな配合比率が決まってて、それで飲んでいきますからね、この4つの中から選んでいけばいいのに適用があるということなんですね。でもね、皆さん同じ ED 勃起不全でもタイプがあるの気がついてますかね。はい、で皆さんイメージしてほしいんですけれどもね、同じ勃起不全で立ちませんって言ってもね、例えば30歳の人ですごい体力もあるし元気あります、でもすごい夜の生活になるとストレスで大事な時に立ちません、しかも焦っちゃってダメなんです、不眠もありますとかっていう男性とですよ、まあ加齢に伴って60歳以上で足腰が弱くなってきて手足が冷えてます、でまあ徐々に立ちが悪くなってきました、でもこの2つだと同じ ED でも全然タイプが違うの分かりますよね。漢方ってそういうところによって使い分けていきます。あと、まあ、疲れやすいんでも不眠も強くあってて、もう全体的に元気がない、その中で ED も一つあるっていう人もあると思うんです。男性更年期障害の中に、ね、こう含まれやすいみたいな、なんとなくなんとなくの積み重ねみたいな感じ、ね、それとか夏痩せしやすいとか食欲不振とか、もう全身が、しんどい、だるい、すっきりしない、その中でなんか立ちも悪くなってきたっていう人もいらっしゃるんですね。だから若くて普段元気あるけどその時だけ立たないとかいう人と全然違うよね。だからそこら辺をね見ていくことによって、さっきの4種類の中でどれがいいかなっていうふうに決めていきます。皆さんが馴染みがある西洋医学と漢方医学、どういうふうな違いがあるかというと、漢方医学っていうのはさっきの生薬を使ってっていうお話をした通り、自然科学に根ざしている医学だと言えるでしょう。そしてね、年齢とか症状だけじゃなくて、心と体を、これをね一つのもの、私だと富永清なら富永清というものを全体に見て、その中で合った漢方薬を選ぶみたいな、こんな感じですね。なので年齢とか症状にももちろんフォーカスはするんですけれども、個人の体質、この人ってこういうタイプだよねとかっていうことをね結構重視していきます。一方西洋医学なんですけれども、こちらの方は実証的かつ科学的です。であと器官とか臓器を中心に考えていきます。例えば外科医でも、ほら呼吸器外科とか消化器外科とかね、心臓血管外科とか、同じ外科なんだけども臓器別によってする、治療を行う手術の術式も違うし、また専門性も全然違いますよね。なので器官とか臓器を中心にしてくる、ね、あとまた客観的とか分析時とか、こういうところも、非常に重視していますよ。客観的に言うと身長とか体重とか血液分析の結果とかね、そういうのを大事にしています。でもう一つはね、病名っていうものを大事にしますね。西洋医学の場合は診断とかガイドラインです。年齢とかこの人ってこういうタイプだよねっていうのもあるけれども、やっぱり胃がんだったらステージ1なのか、もうちょっと進んでいるかとかね、こういうのも病名を中心にしてその人の治療方針とかを考える、こういうのが西洋医学でも。日本の医療のいいところはというと、漢方医学と西洋医学の融合したその医療が受けられるということです、ね、さっきのね、日本にはたくさん医療用漢方薬っていうものあるから、で日本の医療でこれが可能っていうのはすごくね、世界で見てもすごく珍しい、とても国民にとってはメリットがあると思います。漢方西洋両方のね、いいとこ取りができるっていうね、こういうところがね、実は私たちは当たり前のように享受しています。私も外来で処方するときには西洋
医学の処方、粒、ね、いろいろな粒処方しますけれども、同時に同じ人に同じ症状名で漢方薬を加えたりすることも多々あります。なのでやはりいいとこ取りができたらいいんじゃないかなっていうね、私はそういう考えでいます。そこで漢方で見てみる体質、ね、さっきね少し言ったんだけど、体質ってすごい大事なんです、漢方の診断でって言ったんですけども、主な、まあ、その体質を見極める上で考えているのが症と呼ばれる、ね、この症候の症、まあ、症、その症っていうものは実症と虚症、まあ、2つに大きく分かれます。まあ、症っていうのはその人の体力とかね、まあ、体質、抵抗力、症状の現れ方の個人差を、まあ、症というふうな感じで表してるんですけれども、症状とか体格とか体質で、まあ、全体的な判断をするものです。しかしもちろんこれだけで判断するわけではなく、だけど重要な指標となっています。具体的に実症っていうのはどういう人たちを指すかというと、まあ、体力があって筋肉質ですね、汗っかきのタイプが多くて、どちらかというとあから顔な感じですね、便秘がちとかね、そういうことも一つはヒントになります。で、一方この虚症っていうのは、まあ、弱い感じ、こう虚弱な感じ、体力が弱い、寒がりで手足が冷えやすいとか下痢しやすいとか乾燥で肌荒れしやすいとか、ね、こういう人たちのことを、まあ、虚症と呼ぶよう、ね、呼ばれる方に、まあ、チーム分けするんです。そうすると実症の方の方に体質の人に向いている漢方薬からその症状に対して処方するか、虚症の方の人だったらこっちの漢方薬の方が合うとかね、そういう風なのの時にもう見る時の、まあ、一番最初の第一段階です。もう一つはですね、不調の原因を探る物差しとしてもうね、気血水っていうのがあります。気血水、うん、漢方の行為はね結構するんですけれども、まあ、気が滞っちゃうと無気力、気鬱とか、ね、まあ、気持ち、メンタル的なもの、疲労感とかのぼせとか不安とか、ね、あと自律神経系でいうと発汗の感じとか、こういうのが 気が滞っているというふうに考えています。血っていうのは月経異常、便秘、色素沈着、貧血とか、まあ、肌の乾燥だったりとか、ね、まあ、脱毛とか、こういうのも血が滞っている症だと考えています。水っていうのはむくみ、これは本当分かりやすいよね、血流の滞り、その、まあ、あと頭痛だったりめまい、下痢、排尿異常だったり、こういうのでどこに、まあ、この人にとってたくさん症状の不調の原因があるのかなっていうのをこういうところからまた見極めていきます。なので症っていうものを分類して、その人の体質的なもののベーシックを見て、そして気血水で見ていきます。その、まあ、総合的な判断として処方すべき漢方薬っていうものをね、同じ ED なんだけど、まあ、症状としては勃起不全なんだけれども、どの、ね、さっきで言うと4つあったから、どれが合うかなっていうことを総合的に判断していくんですね。これがね、大体こう考え方ベースです。そうするとさっきのこの4種類あったの中で、どういうふうに考えていくのかなっていうと、まあ、実証ですね、あのカッカカッカして体力があって、まあ、体力がある、ね、筋肉質とか、こういうの実証の場合で ED あるよね、まあ、元気な人なんだけれども ED だよっていうと、こっちの最古か流骨、こっちの方に行くわけなんですよね。体力はあって不安、でも不安が強い、立たなかったらどうしようとかね、あの不眠があって便秘があって高血圧気味な人、こっちはこの最後から行きますね、サルコースいきますね。で、一方こっちの方の3つは巨匠ですから、まあこの蜂蜜溶岩行こうかなっていうと、比較的高齢な男性が多いんですけれども、まあ、疲れやすい、手足が冷えやすいとかね、あと夜間尿とか腰痛とか下肢のしびれとか、そういうのあるとね、 ED に加えてそういうのがあるとこれを選びがちです。あとは軽視化になると、あの比較的、まあ、体力はまあ真ん中ぐらいあるかなっていう感じですけども、不眠、イライラ、そういうのもあってこう焦っちゃってみたいな、そうするとこっちの方に選んだりしますね。補充液等っていうのは、まあ、比較的体力のない人なら、まあ、一般的によく処方するんですけれども、全身体力がなくて、まあ、食欲がないとか全身倦怠もあるよねとか、まあ、疲れやすいとか、
そういうのの人で、かつインディーガルと補充液等を私は選んだりします。ただここまで話してくると保険適用もあるし漢方薬っていいよねっていうふうに考えられるのは当然なんですけれども、 ED の漢方薬、さっきの保険適用の4種類ね、あれを飲んだら勃起するんですか先生とかね、お考えになる方がいるかもしれない。でも残念ながらですね、もうセックスの前にあの漢方薬をクッとたとえ飲んだとしても勃起をするようなタイプの薬は一つもありません。まあ、確かに漢方薬の中にはですね、足の痙攣を抑えてくる、引きつった時の芍薬甘草湯みたいに今効きますみたいなのもあるんだけれども、こっち今日紹介した4つの、ね、保険適用の分は今効くみたいなのじゃないから、やっぱりペニスの血管を選択的に拡張してくる ED 治療薬のような即効性の効果はありません。でも複数の症状に効きます。なんでかっていうと、それがまあ、漢方薬の一番いいところだから。この漢方薬を飲んでいるとなんとなく調子が良くなってくる。例えばほてりとかのぼせとかイライラとか不眠不安、性欲低下、まあ、こういうものも一緒に改善してくるということで、だいたい7割ぐらいの人は効いてくるよっていう、ね、こうなんとなくっていうのは不定愁訴とも呼ばれるんだけれども、もう ED だけが問題であと何もないなんていう人は考えてみたらあんまりいないのね。なのでそっちの方も持ち上げつつ ED にも改善してくる、陰陰って言われるものに影響してきたらいいんじゃないかな。これが多様な症状を多角的に改善する漢方と ED の考え方であると私は考えています。富永ペインクリニックはオンライン診療で全国対応してますので、保険適用ですね、ぜひ漢方薬の方ご相談いただいたらと思います。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上のペラチオを公開しています。ぜひ下の概要欄から受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄の中ほどにある URL をクリックして無料動画極上のペラチオを受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上のペラチオへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。